再生丸は、社会福祉法人恩師財団再生会が保有、運行中の日本国内唯一の巡回診療船。1962年の運行開始から、瀬戸内海及び、文後水道に浮かぶ島々を定期的に巡回している。登録船名は、再生丸だが、通称で、一世五、二世五などと呼び習わされている。2010年度までは、 東京の社会福祉法人恩師、財団再生会本部による直轄事業として運営。2011年度以降は、同会の岡山県、広島県、香川県、愛媛県支部が共同で運営している。医療環境が整っていない、瀬戸内海及び、分後水道の島々のうち、岡山、広島、香川、愛媛の4県に属する65の島々の住民の、 医療を支援する目的で再生会が創立50周年を迎えた1962年に初代再生丸を就航2014年1月15日に就航した再生丸100で4代目になる。再生丸にはレント検出や内科検診用の機器など病院並みの設備を装備。岡山、広島、香川、愛媛の各支部が運営する病院の医師。 看護師などが交代で乗り込みながら、島民の健康診断、内科の診療、救急医療などを担当する。初代の就航当初は、支部単位で、医師、看護師を派遣していた。しかし、支部によって派遣できるスタッフや、診療科目に差が生じたことから、1964年に派遣体制の一部を刷新。巡回先の島によっては、岡山県支部を主体に、 各県の支部が合同でスタッフを派遣する体制で、合同診療、合同検診も実施するようになった。ちなみに、三代目の再生丸三世以降が就航を開始した1992年10月以降は、瀬戸内海の島々と本州、四国をつなぐ自動車橋の開通などで、診察や診療を受ける島民が徐々に減少。再生丸三世以降には、 運行費だけで年間約6000万円、医療スタッフの人件費や診療材料費などを含めれば年間で約1億2000万円もの経費を要していた。当時の運営主体だった再生会本部では以上の実態を背景に2010年に今後の再生丸のあり方を協議。これに対して過疎化、高齢化が深刻な島の住民や上記4県の支部などが 再生丸の存続を強く求めた。その結果、2011年度からは、4県の支部による共同運営事業として、再生丸を存続させている。約10日ごとに、岡山、広島、香川、愛媛の各県を順番に巡り、運行している。再生会の創立50周年記念事業として、上記の通り1962年に竣工した。101トン。 1975年春高。195艘飛んで船体を横付けできない場合に備えて船首にランプゲートを設けた。これは以後の各船でも踏襲されている。1990年2月に就航。1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災当日、急遽巡回診療を中断し、救援活動に参加した。 岡山、広島、香川、愛媛、鳥取、山口、福岡、熊本県再生会による再生マルハンを結成し、長田地区にて診療を行った。延べ約27万7千人を診察したが、老朽化が進んだため2013年11月29日に引退。敗戦となった。三代目の老朽化に伴い、23年ぶりに新造されることとなった。 上記4件の行政が補助金2億7000万円及び再生開始部などが資金を拠出した上で6億6000万円をかけ神戸市兵庫区の神奈川造船吉田工場で建造。2013年8月8日に同工場内で浸水式を実施した全長33メートル、排水量180トン。 患者の高齢化を鑑みた上でのバリアフリー化を意識した船内エレベーターを新設したほか、選手のランプゲートを拡張強化し、長さ6.5メートル幅1.9メートルとして、軽自動車までの重量に対応できるようになった。従来の船に備わっていなかった、マンモグラフィー検診装置、デジタル式のレントゲン撮影設備、生科学自動分析装置を搭載したほか、3代目では、 老朽化の影響で使われていなかった血液検査装置を新調した。2014年1月15日から就航。ただし、運営の財政難を背景に無料検診の一部を有料検診へ移行させた。ちなみに、専名が再生丸100とも呼ばれているのは、再生会の創立100周年記念事業として建造を決めたことによる。ありがとうございます。